どこですかここは。急に連れてこられたんですけど。うわどぎつい音がする。あ、どぎつい音がする。あ、怖い。怖いよ。怖い。え、ちょっと明るくなった気がする。もう外すよ。めっちゃ見てる。めっちゃ見てるよ。ようこそ野上翔さん。はい。え、なんですか。かわいい。いや、怖い。なんですか。すごい寝起きみたいな顔してる俺、眩しいから。急に明るくなったからね。急にすごい照らしてくれるから。はい、なんかね、今回から急にこんなライトが2個もつけ始めたのよ。あ、こんな、なんかもうね、飛ばしていただいていろいろ。なんだろう、私たちがもうクソジジイだからって。やめろって、やめろって。ありがたい話だろ、ごまかしてくれてんだから。もう30代超えるとね。厳しいのよ、いろいろ厳しいの、スキンケアが追いつかないの。追いつかないの。はい、この番組は私、室元気が番組を通じて豊臣秀吉の7本の槍ならぬ槍セブンを探していく番組です。何これ違う、なんか勝手に言い始めて勝手に定着させてんのよ、これ槍セブン。そうだから、これね、毎回読んでなかったんだけど久しぶりに読んだわ今日。だから今回からシーズン2でございます。今回の無効候補はこの方、改めまして野上翔さんです。はい、皆さんこんばんは、野上翔です。よろしくお願いします。かわいい。ちゃんと来たよ。かわいい。いや本当に昨日そのね、もう撮ってくださってる方もムロさんと俺だしいらっしゃると思うんだけど、その直名、送った時に、その返信が見れるじゃない。あ、なるほどね。ジェラピケっていう単語がすごく目立っていて、その俺あえて事前調査を全くせず今この場に臨んでるのね。なるほど。でただ事務所から衣装があるとのことですって言われてて、だからその中に着るこの T シャツだけ自前持ってきなみたいなこと言われて、あ、分かりましたつって来て、なるほどと、これかと。それです。私服で必ず着ない、もう天地がひっくり返っても着ない。あ、絶対に着ないけど着心地はいいね。そうよね、すごく好き。でも着ない。自分の、俺が自分家でこれ着てたら鏡見るたび笑っちゃうもん。そんなことない。さっき、あ、でもね、私さっき着替えてるところ拝見してたんだけどね。そうですね、可愛かって思う。もうお前らジラピケで満足してるかもしんねえけど。私は野上の着替え見ちゃったもん ね。僕が、あの、このスタジオに来るまでに着てきたアキラのパーカーを脱ぐところから見られてました。はい。なんかさ、野上可愛くなったよね、前より。何が。なんかこう、こここの服の厚みじゃない。違う、なんかあの着替えてる時に思ったの。こう腕出してたじゃない。あ、ここがなんか可愛くなってさ。すごいね、腕のここが可愛いって初めて言われた。あ、怖い。あ、隠しちゃった。隠してて中にそれがあると思うと可愛いよ。いや、怖え怖え怖えよ。さて、そんな番組を見ているあなた、これから起こるめくるめく世界をツイッターハッシュタグムロカツでつぶやいてください。よろしくお願いします。まーす。あ、じゃあ早速なんですけど、おい野上さん、私野上さんのことなんて呼べばいいですか。いや、いつも通りでいいですよ。ショウ、そんなこと呼んでねえだろ。呼んでねえだろ。俺のこと下の名前で呼ぶ役者さんいないわ。いないの、誰も。呼び捨てはいないと思う。確かに言ってショウさん、ショウくんとかは呼ばれたりすることはあるけど、呼び捨ては多分ない。じゃあ僕だけだね。でもやってねえだろ。でもほら、この番組毎回ね、なんとなくお互い下の名前を今この番組中呼び捨てにするみたいな。あ、でも俺全然いいですよ。いいよ、元気。あっははじゃないんだ。あっははじゃないんだ。今軽くオーガズムになりました。いやいや。え、待って、今始まって5分だよ。5分でオーガズムで。怖いよ。あ、好き。怖いよ、元気。好きだよ、ショー。今日は皆さんこんな放送ですよ。さて、2022年最初の生放送なんですが、昨年の配信振り返りますと、かなり直接的な表現が多かったので、今年は湾曲的にお届けしたいと思いますっていう、あのガイドラインが出ました、番組から。直接的な表現っていうと、例えば。だから去年まではセックスって言ってたのを。今年からは性交渉って呼ぶっていう。いや、どっちもどなんかこう嫌な生々しさもあるけど。だから去年ドスケベセックスって言ってたのを。もうサイレンが落ち追いついてないのよ。淫猥性交渉って呼ぶっていう。やれって言うからやるんだぞ。やれって言うから。すごい。っていう感じになっていくんで、皆さんもそんな感じでよろしくお願いしますね。そうね、コメントもね、なんか
コメントもなかなかにあれですね、治安がちょっと他の番組とは違う印象なんですけども、うん、そこら辺皆さんちょっとね、みんなで番組を守りましょうそこはちゃんとやっていこう。なんかさ、アメリカのダウンタウンの壁みたいなもんだもんね、この落書きの具合がスプレーとかで描かれたよさて、はい、それではここから本日のお見合いゲスト野上翔さんのプロフィールを紹介していきたいと思います。あ、はいはい、お名前野上翔さん、はい、誕生日9月4日そうです、乙女座、うん、血液型、え、AB 型なの？そうだよ。あ、知らなかった。ほら、ムロさんにも知らないことがあったのに、俺のこんな、こんなもう事務所にも載ってるような情報を。そう、あのほくろの数まで数えたっていうのに血液型を知らなかった気持ち悪い体格、身長シークレットセンチメートルであるんですが、公表されてない？あ、してない、してない。でもね、最後に測ったのが、うん、170だったかな、ぴったり。でももうちょっと伸びたかもしれない、大人になって。なんかさ、30歳になって身長伸びる人いるよね、急に。なんかね、高校の時なのに、しかもこれ最後測ったのが。あ、そうなのね。だからちょっと伸びたかも。170か、うん、じゃあこんぐらいだダクト。ムロさんが何センチなの？168。おー、あー、なるほど、2センチさ。そう、こうだね。うん弾ませていいのか悪いのか分かんねえんだよまだちょっと探ってるよ、俺この番組の出方を。そうなの、うん、まあでも、あ、でもそっか、野上は失うものがあるんだもんな失うものっていうかさ、生放送ってことを考えるとねまあね怖いわね。誰が見てんだろうね、こんな番組。いや、めちゃくちゃ見てるぞ。めちゃくちゃコメント流れてるぞこれボットだから、全員さ。あ、マジ趣味、特撮、うん、過去仮面ライダー、まあ、仮面ライダーはもう外してもいいかなって思うんだけど、うん、あの、まあ、仮面ライダーも好きだし、特撮全般が好きです、うん、仮面ライダー以外に特撮ってあんの？え、本当に謝った方がいい本当にウルトラマンもそうだし、ゴジラもそうだし、うん、いろいろ戦隊ものもそうだし。あ、レンジャー、そうなんだ。特撮でしょ、うん、ごめん、あまりに興味がなさすぎて全然。いや、ムロさんね、あの、あなたが話せる話題って狭くて深いからあの、広い話題ないよね。そうなんだよね、あの、無難な話題がないのよ誰が無難な話題しか知らない。特撮も無難じゃないと思うけど、確かにそうかそうそうそう、だから私ポルノの話だったらもうちょっと頑張るんだけどあ、グラフィティの方じゃなくてビデオの方ね。言ってねえよそこまで分かってたよ、特技クレームだよ。これはもう、あの、僕のことをね、あの、いろいろしてくださった方も耳たこだと思いますけども、うんうん、あの、クリーニング店に勤務していたことがありまして、そこで、まあ、3桁もしくは4桁近くのクレームを処理してきたので、事務所に入った時に何か書きなさいって言われて、苦し紛れに書いたやつが未だに残ってるっていう。すごい。え、ん、あ、高坂さん、専務見てんの？専務見てる。これが指針だよ確かに、もう指針も指針だよね。あの、でもポルノの一番やりが、ね、高坂さんだったからね。ポルノの一番やりって言うなこの番組はポルノ一色にした犯人だから、高坂さんが。専務何したのあの人たまにとんでもないことするからな。そうそう、あの、すごいさ、何でもないようなさ、低いテンションですごいこと言い出すじゃん。そう、真顔で言うじゃん。そう、えってムロさんをも驚かせる。そう、びっくりしちゃった私。いや、高坂さん会ったのがだいぶ昔だったからさ。あ、そうなんだ。そう、まさかあんなやけくそになってると思わないでさやけくそになってるわけじゃないでしょだってどういう意図であんなにさ、毎日鶏胸肉を揉んでるのよ専務ね、なんか最近肉体美を披露してると聞きましたけど。そう、すごいの、あのね、もう私でしこってくださいみたいな、すごい写真を上げてるのよ。しこるとか言うなってもう、あ、ちょっとダメだったのね。10分なんだってさっきからまだ5分しか経ってない、ムロさんが行ってから5分しか経ってないんだからまだ賢者でいろや。オーガスムからまだ5分だとね、頭抱えちゃったじゃんはい、資格漢字検定3級ということで。いや、もう可愛い資格ですね、3級っつって。可愛いね。いや、本当はね、なんかこれも高校の時取ったんですよ、はいはいはい、で、あの、準2級とかあるじゃないですか、うんうん、本当これ準2級持ってる方本当にごめんなさいね。当時のあの、生きった野上少年は準ってダセーなって思ってたんですよ飛んで俺は2級を受けるんだっつって、うん、あの、何も勉強しないで2点だけ足りなくて3級しか分かりません。惜しいね恥ずかしい資格ね。なんか1級まで取りたいですよね、まあ、どうせだったらやれるならね、うんうんうん、私だからさ、あの、秘書検定持ってるんだけどさ、2級なのよ。え、ちょっと待って、秘書、え、あの、
字はどう書く秘書え、秘部秘部なの秘書秘書検定秘書ってあの執事みたいな、ね、あ社長さんのアシスタントさんみたいな、びっくりした、そんな検定あんのかと思って、他にそれこそドスケベな検定だなと思ってあびっくりした、逆にその秘書検定準2級ってどこがどうなってんだよそれちゃんとあの啓蒙してとかそういうこと、いや悲しいだろ、掘り下げなくていいんだ俺の思い切ったボケを掘り下げないでくれよはい、じゃあちょっと待って、秘書検定ってさ何が出るの、テストで。あのね、あの時節柄の挨拶とかね、あの春にする挨拶 の、 あの出だしと結びはどうしますかとか。あ、すげえ、おかなんかごめんなさい、すごいすごい変なこと言っちゃったいやでもあのそんな変わんないよ、ふーんって言っちゃったけどお名刺のせいあのセカンドライフはもう一応社長秘書ってことでやってくるの。そう、あのインラン社長秘書を目指してるの私あのストッキングをかぶってストッキングかぶる社長秘書って何、会食のご予定ですなんで裸なんだよ内部留保放出せよとバカ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 生放送なんだよなこれ、すげえな、光で釣ったばかりだろうがそれではお互いのことが分かってきたところで、視聴者の皆さんからのメールをご紹介しましょう。はい、じゃあメールこっちにあるんで読みますね。はい、野上翔さんに聞きたいこと俺読んでいいんだよねこれね、ナコードネームチェリーブロッサムフラワーさんからいただきました、どうもありがとう、うん、室さん野上さんこんばんは、こんばんは昨日室さんが、うん、野上翔さんこんばんは、好きです、番組とか放送とかもう気にしなくて大丈夫なので2人で幸せに過ごしましょう、好きです好きです好きですこのようなことをツイッターでつぶやいていたのですが、これについてどう思いますか。私はこのツイートを見て今日の放送が心待ちに、あ、放送を心待ちにしておりました、うん、さあ野上さん、単純に今頭に浮かんだ感情をどうぞ、室さんとあなたが気持ち悪い巻き込まれちゃった心待ちにしておりましたじゃねえんだよ、ありがとなありがとうねありがとなえ、でも、うん、あ、こんなことなんかあのえ、どこまで言う、どこまでっていうか、うん、あの室さんの営業妨害になるかもしれないけど、うん、あ、室さん営業頑張ってんだちゃんと室元気っていう、みんなが求める室元気をやってんなっていう。でも半分本気だよ、今もちゃんと浴場してるからね浴場はおかしいんだよ、まあ、ほら腕出してるじゃない、それ私に見せつけてるじゃない、そうやって暑いんだよ暑いんだよ、開始13分でさ、もうなんかとんでもないことさいっぱい言ってさ、もう俺半袖だぜこの人心拍数上がってんだ心拍数上がっちゃうよチェリーブロッサムフラワーさん、ありがとうございます、ちゃんと来ましたよどんどん読んでいいのかな、いい、あのあんまり進行分かってないからあの止めてね、ちゃんと大丈夫よ、続いてナコードネーム取り残された合法ロリさんから出てきました、どうもありがとう、なんかこの番組その名前も強い人多いんだよな、室さん野上さんこんばんは、こんばんは、私が野上さんにお聞きしたいことは室さんとの出会い、うん、といつから室さんの、アプローチが始まったかです、お恥ずかしながらお二人の馴れ初めを知らないため出会ってすぐに熱視線が送られ始めたのか、それともしばらくしてからなのかなど覚えていらっしゃる範囲で教えていただけましたら幸いです、感染が広がっておりますのでどうかご自愛くださいませ。文章はクソ丁寧なんだよな、ちゃんとしてんだよね合法ロリのくせにしてにて言うなでも覚えてる、でも初かどうか覚えてない、でも、うん、多分ね、あの記憶に残ってるのは、うん、某デュエルアニメアークファイブね、うん、アークファイブに僕が番組レギュラーで初期から出てたところに、うん、室さんが最初役好き兼バンレギみたいな感じだったよね、一回役あったよね、なんかすぐいなくなっちゃったけど、あ、でもそう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 、うん、でそこからバンレギで一緒に、その室さんが後期組として入ってきてくれてやってて、その時は、うん、別にこんな感じじゃなかったんですよ本当にもうそれどころじゃないもんね、あの番組はね、まあなかなか劇が飛ぶね、うん、あの今でも俺は大変お世話になってるディレクターさんなんですけどでそこで会って、まあ、それが最終回になって、うん、でそこからしばらく会うタイミングがなくて、うん、次に会ったらこうでしたこうなってらっしゃいました。何があったんだろうね、こっちが聞きたいよ正論、あの村田大志さんのなんかに対してのこういろんな情みたいなのをいろんなところから聞いていて、うん、でそれで会ったらなんか、あ、なんか久しぶりみたいな、なんかすごいなんか、え、なんかこんな人だったっけこの人みたいなあとは真冬雪が降りしきる中半袖に寝るシャツ1枚で帰っていったのはさっそうと、そうなんか寒さを感じる神経がないみたいなことを言ってて
一緒に原宿駅まで歩いて帰った気がするんだけど、その時、うん、なんかあのすごい空気だったすごい空気だったクロさんはなんかあの当たり前のように自分には寒さを感じるなんか期間がないみたいなことをすごい大真面目に言ってんだけど本当にこの人何言ってんだろうなそしたらもっと何言ってるか分かんない人になってきちゃったそうそうそこがなかったっていう、ね、そこ知れるどんどんおかしくなってったっていう熱視線は本当に何でしょうね何でそもそも再開したんだろう熊神じゃない熊神もあるだから熊神 の, あの偉い人がもうムロさんに目をつけていたんだよねあのでまあ現れて、うん、でお邪魔するわよだよねあのもういつもの挨拶あいつもの挨拶ね、うんからこういう人なんだだから今の印象の方が強すぎて第一印象はだいぶ薄いですっていうところだからもう会ってからだからまあ空白期間も含めたら7年ぐらい経ちますかねくらいになりますかね、うんうんうん、だったよみんなそうだよオルフェンズじゃないオルフェンズではなかったオルフェンズでも愛はしたんだけどね愛はしたね、うん、でもあれも人がね多かったからそんなに個人でおしゃべりするっていうのもみんなもどのマイクに入ろうかみたいなうんもうしっちゃかめちゃかめそうなんならちょっと一瞬席外しただけで席取られてるからねそうトイレにも行けないみたいなそうこあれみたいなそうモブが座っていいのかもかばかられるぐらいのメインの方も多い楽しい現場でしたけどそうでしたねまだ読めますかまだまだいけますねあといつ読めますかあといつあじゃあこれでしょうかな、ナコードネームタムッチョさんありがとう室さん、野上さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。見て、カメラ。あなたの番組なの、一応。でも、僕は野上をスコるために来てるんだからさ。まあ、いいか今回、野上さんがお相手ということで、やっと来たかの気持ちと、ああ、逃げられなかったかの気持ちで、今回をとても楽しみにしておりました。みんな複雑な心境で見てくれてるんだね。ありがとう。まだ僕は元気です。日頃、室さんの過度な愛情表現は見ていますが、野上さんにとって室さんとはどういった存在なのでしょうか。素敵な時間になるよう見守っております。ありがとうございます。俺にとっての室さん。俺にとっての元気はどういう存在かってうんふんじゃないんだようんふんじゃない気持ち悪い息出ちゃったけど俺にとってムロさんはどういう存在かいやでもムロさんって唯一無二じゃないそうなのこの所業が許される声優さんって他にいるあのみんななろうと思えばなれるよ思わないんだよ多分ね、うん、なんだろう役者さんとしてはすごく尊敬すべき役者さんだと思っていて、うんだって今もムロ元気っていうみんなが求める役をね演じてらっしゃるわけですから、うんね、ちょっと営業妨害ですけど本当は浴場なんかしてないんだもんねねしてないよ ねオーガズムなんか足してないんだもんね開始5分でそんなこと言う人じゃないもんねいや現場で言ってたらもうやばいやつだ本当におかしいよいや現場で言ったらさあの一緒に出てたレギュラーでさ毛玉の金次郎っていう現場でさもうなんか現場公認みたいになって迷惑だったんだけどあったなんかほらムロ君野上君の隣に座りなみたいなその先三重さんにそそのかされてさじゃあ失礼してめちゃくちゃ広いってわけじゃなかったけど全然余裕あんのに俺の時だけ狭いんだよ俺の場所だけキュッてね必ずケツが触れ合ってでもそのゴンジロンの現場とかでも結構やっぱギャグアニメだからそのムロさんが金役でモブとかやってる時にそのアドリブの瞬発力とかがすごくてそういうところかもやっぱいろんなところで言ってるけどこの人は永遠にマイクの前に立ってほしいなってマイクの前どかないでほしいっていうのを思うぐらい僕にとってムロさんはその役者さんとしては尊敬すべきお方の一人だしあのプライベートっていうかこういう場で会うムロさん俺は好きですよなんかみんな逃げてとか言うけどあの一人こういう人いると場が普段と違う盛り上がり方転がり方をするのであで、まあすべからくムロさんは一人で死んでいってくれるのでそうだねあのそこもだからムロさんのいい人な部分が出ちゃってるのよあの誰も巻き込まないっていう大怪我する時も一人っていう人巻き込んではいけないっていうっていうところですかね好きですよ僕は元気が出たやったっていうところですけどもうまだ読んでいいのもう終わり、うん、次なんだっけ普通オタがあればお名前お湯の水割りさんありがとう、いきなりですが、うん、お見合いの先にあるものは結婚ですねまあまあそうかもしれませんね、野上さんがゲストに来たということは野上さんはすでに室さんとの結婚を見据えているのかなと思いますお二人で結婚式を挙げるならこだわりたい点はありますか私が参加したこだわりの結婚式はドレスコードがアロハシャツだったり、うん、花屋敷を貸し切りにして新郎新婦が自作した謎解きゲームをしながらアトラクションを楽しむ結婚式ですすごいお二人の理想の結婚式を教えてください理想の結婚式、うん、あります
ある。私ここでも言ったような気がするんだけど、うん、あの電流有刺鉄線爆破サドンデス結婚式がやりたいの。何が時間無制限なのかもよく分からない。サドンデス命です。おあのだからあのちぎりを結ぶ場でどちらかが力尽きるってこと。そうそうそう、あの全然一斗缶とかで牧師投げるしガーンって牧師さん誰も来てくれないよ。あのだから パンツからのメリケン作とか出したりさ狂気も使うよ。 そういうのがやりたいの。そうご祝儀山分けのさあのご祝儀山分けあのなんだっけあの芸能人がさみんなで立ってさあのクイズやるやつなんだっけ、オールスター感謝祭。 あれやりたいの結婚式で。いや誰呼ぶの誰呼ぶ逆に誰呼ぶ。あ、俺とムロさんのってこと。そうそうそう、誰呼ぶ。いやあの俺理想の結婚式割と親族婚とかなんだけど、親族だけ呼んでこじんまりやりたいんだけど。じゃ親族呼んでプロレスやろうよお互いの親呼んで。そうそうそうやだよ。新郎のお母様の入場ですって言ってバーンってあのロープにゴタガタガって面白くないねえ。ちょっとやりたい。面白いけど自分の親だって思ったら複雑よ。怪我するだって有刺鉄線で爆破すんでしょ親を。そんな罰当たりなことねえよ。それはもうあのなんかそんな大きくなくてもいいからちゃんと思い出に残る結婚式がしたいな。でも思い出に残るよ。思い出には残るかもしれんけど残し方よいとこの皆さんのケチャですとかさ見たくないちょっと見たいよね俺親父5人兄弟だからいとこいっぱいいるんだ。いっぱいいる。じゃあ足りるねいや本当に僕は本当にあのシンプルな結婚式がいいですね、うん、はい、じゃあそこはすり合わせだよねシンプルなデスマッチになる可能性があるとそれ殺し合い、ただの殺し合いじゃ あの爆破は譲るわ。じゃあ金網は有刺鉄線は譲ってくれないの。うーん、金網はちょっと譲れないかな。花道どうなってんのそれ、バージンロード。あ、どうしよう。なんかさ、あのじゃ あのお客さん入れようよ。あのお客さんにあの四つん這いにさせてその上を歩くの、どう花道お客さんってのはどういうお客さん。視聴者俺たちに踏んづけられたい人が集まる。そうそうそう、ダメなの、怖いよ歩けないよ俺。ファン名乗るならね、踏まれることぐらい許せよって。そんなこと思ってない俺はいいよって言ってんじゃん。ほらおかしいって。ローション使うってツルツルでうわーっ ってなかなか牧師さんの前までたどり着かない。たどり着けないこれ良くない。いや鍛えておくわ踏んで床ですいっそのことな。ムカデ人間、ムカデ人間いいね。怖いって。だからみんな知らない人検索しない方がいいよムカデ人間ね。ムカデ人間はアーチにしようじゃあムカデ人間のアーチくぐるの。そうそう、怖え怖いよ。楽しい。じゃあそれが理想の結婚式ですね。はいはい、続きましてお名前つどいさん。はい、ありがとう。前回放送クリスマスぼっち会とても楽しく拝見しました。ぼっち会があったのね。そうなの。いや本当に手応えがなかったのよ一人の時ってなんだろうこれっていう。だからムロさんがずっと普通お歌読むみたいなこと。うん、そうそうそう、コメントとこう見てやり取りしながら今までの放送の VTR とか見ながらみたいな。本当にね、野上一人会ってやったことある今まで。俺定期的に一人でイベントやってて。あ、そうか、夜の部はゲストさん来るけど、うんうん、今度じゃあムロさん呼ぶわそのイベント。あ、行く行く行く、うん、予告しとくねみんな、ムロさんを呼びますいや運営さんがどう言うか知らない、俺の意思としては呼びたいっていうことね勘違いしないでね、うん、確約ではございません。ございません、うん、その気持ちはありますっていうことだけ表明しとくわ、うん、でも次のイベントでいなかったらごねます私違う、次のイベントも決まってるの決まってる。だから次の次、ね、次の次、うんうん、待ってるなんだっけ、あ、年内最後の放送の締めがコンプラボーダーラインの再確認というのもなんともこの番組らしい内容でさすがだなと思いましたさて新年一発目の放送は野上さんがゲストということで、はいはい、男がいないと番組のスイッチが入らないとおっしゃっていた室さんも気合十分だと思いますが、一物の方は問題ありませんかって。前回のパーティークラッカーのようにオーガズムを感じて爆発してしまわないか少々不安ではありますが、今夜の放送楽しみにしています。ちょっと待って、それ本当に書いてるの。そうよ、来てますよ。え、ちょっとここ番越しに見せて。ほい、マジでやべえなこの番組すげえ、すごいねみんなね
本当に書いてんだ。いや俺ムロさんが嘘ついてんだと思った本当です。ローションでオーガズムって書いてあるけど、これ R18 とか別にそういう番組じゃないよね。だって18歳未満もね、パーティークラッカーは使うしローションは使うもんね。それは知らんけどパーティークラッカーまではあれだけど、うん、すげえな。でなんだっけメール、なんだっけ、あ楽しみにしてますだけだったわありがとうね、楽しんでる、ごめんね、オーガズムだけだったねこれね。いやすげえびっくりする本当に。あメール終了、あ終わり、終わり前半終わり、早いな早いなというわけで前半終了です、はい。番組後半の放送は冒頭はどなたでも視聴いただけますが、うんうん、番組途中より有料なコード限定の放送となりますので、はいはい、お金払ってください金払えよお前、無料放送はダメだからなもう番組後半ではもっともっとお互いのことを知り合って仲良くなっていきます、うん。それでは今後のおまけ配信、あ今後の放送の予定です、うんうん。まずは今日野上さんと撮りました、はい、おまけ放送、さっき撮りましたね、はい、おまけお見合い前夜2月分は2月中配信予定です、うんうん。今日読み切れなかったメールの紹介と、うん、今日私も配信まで知ることのできないショーの気持ちが配信されます、はい、知らないんだよねショーの気持ち、そうね、ショーの元気への気持ちがね、うん、配信されます。パーティークラッカーになっちゃう、ちょっと待ってやめてって本当にでも浴場してるものはしょうがないじゃないしょうがなくない、いや場はわきまえてくれでも一物は言うことを聞かないのよそう自分の、あちょっとそして次回の室元気のお見合い大作戦第9回は2月28日月曜日21時から放送です、うん、はいはい。お見合いゲストには浜野大輝さんがいらっしゃいますはい、不倫ですあいつ来んの、来ます、すごいね、同期を一気に、あ、そっか同期なんだ、同期だし、あいつもアークファイブいたし、あ、そうじゃん、どうしたの、アークファイブに狙いを定めたとなると次矢野さんになっちゃうけどいいのかな番組ではメールを募集しています。メールアドレスはmuroomiai@seishun.jp です。番組画面の上部にある アドレスを確認お願いします急に滑舌甘くなったちょっとどうしたダメなの番組の詳しい情報メールテーマ、今血流がさ下半身に持ってかないから頭の方にね、頭に行かないのよ戻して戻して青春のサイトや室元気のお見合い大作戦公式ツイッターでお知らせしますのでチェックしてください。はい、終わり、終わりだよ、前半はここまでみたいよ、悲しいなあ、面白い、ここまでのお見合いは室元気と、あ、野上翔でした。それでは有料なコード限定放送でお会いしましょう。バイバーイ。いやー面白かった。引き続きよろしくです。